ます。後ろ見てくださいよ。来ちゃってるんですよ。ドバイ万博に来ております。万博やってるんでね、今から皆さん見たいの何ですか？日本館やろ。ということで今から行きましょう。来ました。こんな感じなんでございます。万博に来れたということで皆様にお届けしたい。これが今日行きたいのは日本館をね、皆さんに見せたいんですよ。日本の文化が世界的にどういう風に展示されているのか、これめっちゃ気になるところなので皆様にそこをお伝えしたいと思います。あとね、今日はね、僕ね、ボクサーとして世界的に認知されてるんですよ。昨日のね、僕の試合でアラブの方とかもね、応援に来てもらって、僕のファンだというアラブ人がいるんで、お伺いしたいと思います。初めまして。昨日来てもらいました。ありがとうございました。万博で一番楽しみにしてるのはどこのやつ？外国の女です。オチがある。いや、素晴らしいですね。世界中の女はね、今日の見れるのかっていうところなんです。それでは行っちゃうぞ。来てくださいよ、このね、バカでかいドームが。宮崎駿の世界じゃない。皆さんぜひ、お伝えしたいドバイ万博日本館でございます。今から足を踏み入れたいと思います。それでは行ってまいります。この可愛いお姉さんがなんと彼氏募集中だと思ってどういう人がタイプなんですか？優しい人が大好きです。美しいお嬢さんでございました。来ましたよ、来ましたよ。これすごいな、この演出が。これから何が行われるんでしょうか？下、海になってますよ。これ日本に行きたくなるね。アメージングでございます。素晴らしい。
いやちょっとすごすぎる。やばい、ちょっとこれ、これを超えるものはないね。やばい、これはちょっとやばいよ。やばいな。これちょっと娘さんに見せたい。日本ですよ。
しいのが来ました。素晴らしい。ちょっと。はい、僕はね、今ね、生まれてきた中で一番最高の小宇宙でしたね。なんか泣きそうになったし、感動したし、夢の中にいるような感覚でもあったし、今、まあ、コロナの状況の中で日本の皆さん来れないと思うんです。ほんの少しでもね、伝えることができたら、それでいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんにこれをお伝えしたいと思います。感動とかのレベルじゃなかったですね。素晴らしかったです。一言言うと、アメージングな世界でございました。ということで今日はこれで終わります。アメージング。